いつもカーカーカーチャンネルをご覧いただきありがとうございます。今日は何の動画になっているかと言いますと、もう皆さんお分かりですよね。以前ご紹介したマツダ3クロス D ブラックトーンエディションの今回は内装をご紹介したいと思います。改良点の大きなポイントとなっている内装編をたっぷりご紹介していきます。では行ってみましょう。まず改良された点はこの液晶画面の表示サイズなんですよ。実際に表示画面を見ていきましょう。ディスプレイ自体の大きさは 10.25 インチ、さほど変わらないものの、この液晶画面の表示範囲が見やすくなり大きく変化しています。もっと分かりやすいように地図画面に切り替えると一目瞭然です。広範囲にわたって表示されており、液晶画面の大きさに見合った視認性の快適度抜群です。ちなみに改良前は明らかに表示画面の大きさ違いますよね。見比べてみるともう一目瞭然、かなり大きくなったのがわかります。続いてエンジンをつけてメーターはかなり見やすい仕様になっています。まず運転席からレビューをしていきましょう。ハンドル向かって左側、音声機器関連の操作ボタンになっています。初のマツダ車の方でも簡単操作ができますよ。右側は高速走行やバイパスなどで利用するクルーズコントロールの操作関連です。一度マツダ車に乗ると他車種にも乗り換えやすいのもポイントです。エアコンの温度調整はダイヤル式になっています。そしてこの独立式のエアコン操作ということで、個々人で温度調整できるのもいいですよね。今回のクロス D ディーゼルエンジングレードにはシートヒーターがついています。3段階で調整できます。そして冬場に大活躍するハンドルヒーターもついています。もう申し分なさすぎますよね。ボタンの配置には大きな変更点ありませんが、ハザードボタンが点灯する仕様になっています。ブラックトーンエディションの場合、エンジンスイッチはメッキが施工されてません。そしてエアコンパネルの上はソフトパッド、メーターの上はハードタイプのパッドになっています。運転席の目の前にありますミラーを開いてみると、開くと LED ライトが点灯します。そして隣にはカードケースもついている便利な機能があります。メガネやサングラスを収納するケースは起毛仕上げになっており、感触も抜群です。そして SOS ボタンもありますし、車内のですね、明かりは LED 仕様でふんわり灯るおしゃれなデザインになっています。外装のライトだけじゃなく車内灯の灯り方にも魅力が詰まっています。ミラーはフレームありタイプで頑丈な作り、そして自動防眩機能付きのミラーになっています。言うことなしですよね。センターコンソールにはワイヤレス式の充電がついています。そして鍵を見てもらいたいんですけど、開閉機能ののみタイプになっています。トランクはね、手動になってますので、マツダの鍵はシックで高級感ありますよね。続いて改良点はドリンクホルダーの蓋、カバーがなくなっているんですね。むき出しのタイプになってますので、すぐに飲み物を置くことができます。そして横置きですね。今回内装はブラックを基調としていますマツダ3なんですけれども、内装の上質感がとんでもない。エアコン口の周りはメッキがあしらわれてまして、メーターの表示明るさ調整も60同様できちゃいます。車の性能はもちろんながら、内装のレベルがマツダ車特に高いですよね。ハンドルの感触も硬すぎず心地いいです。スピーカーは純正仕様になっています。続いてはドアの紹介です。スイッチ周りはツヤありブラックということで、上質感が非常に見受けられますよね。そして窓の開閉、ミラー調整など必要十分の装備が備わっています。運転席のドアをじっくり見てると注意ポイントを見つけました。購入を検討されている皆さんご注意ください。ここすり抜けちゃいますので、鍵や物をドア部分に置かないようにしましょう。続いて運転席、ペダル配置が黄金比率。これはですね、右側部分が張り出してないので、ペダルが的確な配置になっているそうなんです。ブレーキがちょうど真ん中に干渉しないようになっています。さらに運転席の右側にはシートセレクトボタン2名まで登録できます。アイドリングストップやパーキングセンサーなどのボタンもこちら右側に全部あります。そして右端ビューモニターがありますので、実際に見てみましょう。かなり画質がいいのはもちろん、やっぱり画面がかなりでかくなってます。ビューモニターを押すと正面、
横、後ろに切り替わります。めちゃくちゃ見やすくなっています。やっぱりここ改良されたのでかいですね。ハンドルを切ると車が向かう軌跡がわかります。先行車や後続車との距離感がモニターでつかみやすいので運転のしやすさも十分。狭い道を通行する場合などにも非常に役立ちます。続きましてメーターを一緒に見ていきましょう。まず右側から燃料の残量計、そしてエンジンの冷却度のメーターになってます。残燃料からどれだけ走行可能なのかを表示してくれてますね。そういえば給油口がどちら側にあるかというのがメーターの表示今回ないですね。スピードメーターはおなじみの表示スタイルになっています。メーターの解説でした。助手席側に向かってこの赤いステッチめちゃくちゃ印象的にです。シンプルなんですけどブラックで統一された中に赤を使うかっこよさ。シートはクロスブラック、シートの側面にもステッチがありますね。ちなみに助手席前の収納ボックス開けてみますと十分広さ確保されてます。書類なども収納できました。後席見ていきます。まずドアから見ていきたいと思います。上の部分のね、2本のステッチライン、そしてノブからサイドにかけメッキ仕様になってます。スピーカーはね、各ドアにすべて搭載されています。窓を実際開けてみると一度長押しすることで全開まで開きます。続いて中に座っていきましょう。後席はエアコンの吹き出し口などは今回ありません。175cm のお兄さんの目線こんな感じになってます。ぜひ男性の方特に参考にしてみてください。実際に後席に座ってみると足元も余裕全然あります。どんな感じかというと拳1個分のスペースあるんで本当必要十分な広さになっています。もっとねちょっと見てみますと座高高めなんですけど背中と肩の位置、車の高さも余裕ですね。後席の非常機部分を一緒に見ていきましょう。ここ結構ポイントですよね。特に今回は変更部分はなさそうです。そしてこの非常機のドリンクホルダーなんですけど歯止めのゴムがついてます。ドリンクは固定されて非常に便利です。リラックスできる非常機スタイル。ドアを見ているとやはりラインのステッチが目を引くんですけどここでインテリア周りに施されていたステッチラインに注目。なんと運転席から後席までラインがつながっています。ぜひ見てみてください。マツダ3ブラックトーンエディションの内装本当に十分すぎます。価格帯から考えられないような整っているデザインと性能が魅力的。そしてグローブボックスはスライド式のタイプになっています。実際に開閉する位置を調整することができるのもポイントなんですよね。自分でセルフでできます。開いてみると USB のタイプ C、 HDMI の差し込み口、右端にはシガーソケットもついています。十分すぎますよね。そして奥行き結構あるんです。広さも確保されており活用可能になっています。このスライド式2段階調整になっていまして、実際に使ってみてほしいんですけど使い勝手が良くてコアな推しポイントにもなっているそうです。後席サイドには手すりもちろんありますね。そして隣の部分にフックがありまして荷物掛けもできます。後席の紹介は以上です。続いてトランクを見ていきます。後ろの席ドアの音はこんな感じ。こっちは音になりますね。マツダ3のトランクは手動式になっています。そしてなんとこのカバーもね通常でついてます。めちゃくちゃ便利ですよね。そしてマツダ3のトランクは容量が334リットル、キャリーが2つ余裕で入ります。トランク内の明かりもご覧の通り LED ライトが使われています。 2,3 名の旅行とかドライブで荷物を乗せるとき余裕です。やってみてください。カバーはこちらの上部分で取り外しが可能になってますので場面に応じて使い分けてみてください。めちゃくちゃ魅力ポイントですよね。ちなみにトランクの開閉女性でも片手で開けられるので力もかかりません。めちゃくちゃやりやすかったです。はい、ここまでマツダ3ブラックトーンエディションクロス D の内装をたっぷりご紹介してきました。改良点はやっぱり液晶画面の表示範囲の大きさですよね。さらにこういったねドアの部分にもシルバーメッキがあしらわれてたり、ちょっとしたとこにステッチラインが施されていたり、シックでかっこいいマツダ3の魅力をたっぷりご紹介できたのではないでしょうか。今回はいつもお世話になっています
広島松田尾道サンバ店様の試乗車をレビューさせていただきました。ちょっとね、素人ながらのレビューではあるんですけれども、今回マツダ3が商品改良されたということで、ぜひ購入を検討している皆さんをはじめ、マツダ車ユーザーの方、そうでない方、このマツダ3のね、魅力がたくさん伝わればいいなと思います。外装編も動画出してますので、見てない方はぜひ見てください。ここまで、動画を最後までご覧いただきありがとうございました。 SNS のフォロー、チャンネル登録、まだの方はぜひよろしくお願いします。まだまだ動画たくさん今後も出していきますので、また見に来てください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ではでは、バイバーイ。